こんにちは、サードラです。今回は今日実装されました天元玉三つね、こちらの厳選が完了しましたので遺伝子のご紹介をさせていただこうかなと思います。はい、で今回もいろんなガチ勢の方の情報収集であったりとか、あと遺伝子の組み方であったりとか、まあ、ダメージ計算等いろいろ情報をいただいた上で作ることができましたので、情報をいただいた方々本当にありがとうございました。まず特徴を見ていくんですけども、会心率が満タンになっております。でさらに水属性攻撃力が9ゲージっていう風になってますので、基本的にはアタッカー運用していく仕様なのかなと思います。で今回の基本的なコンセプトとしましては、3スク目に対応して使いやすい玉三つねっていう風にしていまして、っていうのが水属性の遺伝子がそんなに優秀なのがないんですよ。っていうのもあって、正直しっかり組んでもそこまで大きな火力っていうのを見込めませんでしたので、今回は3スク目揃えて使いやすいっていうのを重点的に置いて作っております。なので水属性が弱点のクエストだったら連れていくかなっていう感じで、普段使いで使うことはまあ正直あんまりないんじゃないかなとは思ってます。で基本的な使い方はこちらのパンプアップを使って、あとはスキルをどんどん使っていくっていう風になりまして、遺伝子左上からサンドショットですね、単体に水属性小ダメージ中確率で目つぶし状態っていうのができるようになっております。で回避性能の特ですね、まあこれは単純に回避を 16% の確率でするっていうものになってまして、まあ、ビンゴ要因プラス、まあ、パッシブっていう風になってます。で次ダンサーですね、これに関してはまあ開幕 HP 最大の時に素早さと攻撃力と防御力が上がるっていうものになってまして、火力上昇期待値が50となってますので今回採用をしておりますっていうのと、合わせて一応回避性能を入れてますので、これと入れることによってダンサー継続をしやすいっていうメリットもあって今回採用してるっていう感じですね。で次真ん中の列ハイポイゾネーターなんですが、こちら単体水属性中ダメージ高確率で猛毒がつくっていうものになってまして、まあ、で次が水属性攻撃強化の特有はこれは単純に火力アップですね。でパンプアップはバフになりまして、今回パンプアップを採用して玉三つのバフを採用してない理由っていうのは、パンプアップの火力上昇値が 1.7 倍になって、こっちの方が火力上昇値が高く、一応ビンゴを除いてもこっちの方が火力が伸びたのでパンプアップを採用してるっていう風になります。で次にアクアブラスターなんですが、単体に水属性大ダメージ中確率で3ターン素早さダウン、これは遠距離なんでクリティカルは出ないです。で次に支持現象ですね、これに関しては消費する絆ゲージを減らすっていうものになってますので、今回が3スク目対応させてる兼ね合いでスキルを支持して使うシーンっていうのがかなり多いんですよ。っていうのとパンプアップを使ってバフを最初に炊くので絆ゲージ消費量が多いっていうのを加味して今回アウンの呼吸を採用してるっていうのと、単純にあとビンゴ要因ですね。で最後が全力遺伝子、まあ、マックスローリングなんですが、これは単体に中ダメージで反動で自身にもダメージをもらうんですが、一応水属性の火力技となっております。でこれを発動してしまうと一応ダンサー遺伝子が消えてしまいますので、そこは注意をしていただいて削られてから使うっていう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますっていうマックスローリングですね、まあ、これもビンゴ要因プラス技セットっていう感じで入れております。で遺伝子に関しては並びはこんな感じで、使用している遺伝子に関しては一覧がこちらになっております。一応ステータスに関しては96レベル時点で最大 HP626、 素早さ11族、攻撃力689、防御583の弱点が319という風になっております。でステータス見ていただいて分かると思うんですけども、今までメインアタッカーとして水で使われていたこちらの水ガルクと比べると、水ガルクがもともと攻撃ゲージが7なんですよ、に対して、まあ、ここが9ゲージまで伸びてるっていうので、会心に関しては9ゲージ、ガルクが10ゲージっていう風になっているので、正直基本的な使い方に関しては今まで水ガルク使ってた方は同じような使い方になるんじゃないかなと思います。じゃあ今回は毎回同様アプトノス先生で火力検証していこうかなと思うんですけど、まあ、基本的な使い方に関してはこちらのまず開幕でパンプアップを使ってあげて、まあ、そこからあとは支持現象を生かして技を打っていくっていう風になります。なので今回は火力検証になりますので、まあ、撫でるデライダーはやっていくんですけど、これでパンプアップを張ってあげて、これで火力上昇ですね。で2ターン目から動き出すんですけども、技に関しては支持現象をつけてるおかげで一番重い技であってもパンプアップの19で、殴り技はアクアブラスターの16となってますので、すくみ対応はかなりしやすいように組んでおります。でそしたらこちらのハイポゾネーターを実際に打っていくんですけども、一応火力っていうのがこんな感じですね。2070出て猛毒をかけることができるようになっております。で次にサンドショットをですね、一応まあつばぜり合い勝ってる分の補正はあるんですけども、だいたい火力としてはこんな感じで2734出ます。
はい、でそしたら次はアクアブラスターですね、撃っていくんですけども、アクアブラスターの火力っていうのがまあ大体2300ですね。まあ2400ないぐらいになりまして、やっぱり先ほど紹介したまあキリン亜種とかと見比べるとどうしても火力が落ちるんですけども、まあこれは正直水属性で優秀な技がないっていうのが大きな原因なので、まあ正直しょうがないんじゃないかなと思います。で最後クリティカルを活かせるこちらのローリング入れていくんですけども、ローリングの火力っていうのは、これはクリティカル率がもともと高いお供にはなるので、クリティカルも出るんですけど、2245ですね。まあ、クリティカルが出れば 1.5 倍乗るので、3000近いダメージは出せるのかなと思います。はい、今回の天元玉三つねいかがだったでしょうか。正直もともとのステータスはかなり高くて優秀なんですけども、個人的にはやっぱりどうしても優秀な技がないっていうので火力がどうしても出しにくくて、クリティカルもせっかく高いんですけど活かしづらいっていうのがまあちょっと残念なポイントなんじゃないかなとは思います。なので逆に今後逆に水で強い技が来れば一気に上位に上がってくる可能性はあるので、厳選もしする場合はこんな感じで使いやすいようにとりあえず組んどいて、まあそれが来るまで待機しとくって感じで、天元玉三つねが好きな方ですねとかはぜひ厳選していただいて使っていただけるといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもストーリーズ2の動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、ストーリーズ2一緒に楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。で次は PVP 用に組んだ2つのガムートも出していきたいなと思っていますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。バイバイ。